どうもこんにちは、ミニマリストダンサーのマイペース男です。本日はですね、上野に来ております。はい、ですね、前からね、その言ってたと思うんだけど、その上野でね、一回稼働したいなと。で、なんか前2月にやった1週間企画で秋葉原とか御徒町でやったんだけど、まあ上野ではないなと。まあ近いから変わんないだろうってみんな言うんだけど、いや違うんだよと。上野のその下町みたいなね、アメ横とかな、あの辺のお店でピックしたいなっていうのがすごいやっぱあるんで、今日はちょっとそれ狙いで上野でちょっと稼働しようかなということで、今ね10時43分かな。で、自転車をね探したんだけどね、もう近くにないんだよね、あんまり。上野の上野駅周辺にポートはあるんだけど、結構人気で借りられちゃってて、で近いところのポートのはね、もうバッテリーがほとんどない状態なので、1個だけ予約した場所があるんで、今そちらに向かいます。アパホテルの前にか。ここが徒歩13分だから、今から行くとまあ11時までには着くんで、そこからオンラインにして上野稼働を始めようかなと思います。とりあえずはあちらでアッパホテル方面に向かっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速ポートに向かって歩いてるんだけどね、場所がもうほぼほぼ中御徒町の方なんだよね。中御徒町今通ってきたんだけどな、秋葉原方面から来てるから、秋葉原中御徒町上野なんですよ。だったら中御徒町で降りた方がコート近かったっていうね。まあそれでもやっぱり上野からスタートすることに意味があったんですよ。とりあえず今日はですね、また台東区が暑いですね。まあでも昨日ほどじゃないか、今日20度だからまあ過ごしやすい春。だいぶもうちょいでポートです。もうこうやってね、上野を散策するのはあのクリスマスの日にね、一人でまあ、クリスマスを楽しんでみたみたいな、ぼっちクリスマスみたいな企画があったと思うんで、よかったらそちら見てください。多分あの時以来の上野だね。パルコですね、クリスマスに一人でホテル見ましたね。着きました、着きました。アッパホテルですね。あ、あります、白チャリありましたね。これか、これだね。こっちにお世話になります。タイヤ OK ですね。バッテリーが 50%、 まあまあだね、まあ3時間ぐらいなんでね、これぐらいあれば足りるでしょう。とりあえず今日も前半からバッテリー装着バリバリで、まあ、オンラインにしました。時間は11時ジャストです。とりあえず今ね、御徒町とかその辺のエリアなので、上野駅の方に戻りたいと思います。いやー涼しい、やっぱ昨日とか一昨日と違って涼しいからやりやすいですね。ちなみに今ね、勝手に4日間のウーバーイーツワーケーションということでね、今セッティングしてて、1日目が京成桜ヶ丘、2日目が昨日、武蔵小杉、今日3日目上野、明日で一応終わるんだけど、明日はちょっとね、また驚きの場所でやりますよ。こちら動画上がってからのお楽しみ。今日はなんとか稼ぎたいですね。お、注文来たか、入りました。どこだろう、上野で会ってほしい御徒町。また御徒町稼働じゃんこれ。とりあえず向かいます。はい、御徒町パンダ広場です。パンダが見てます。じゃあウバイツです。はい、お疲れします。はい、1軒目ピックアップ完了。場所は2キロですね。2つ目にしては割といいんじゃないかな。皆さん、ですね、一応ね、徒歩検索だとこのアメ横をぶった切るって感じなんだけど、さすがにね、自転車でアメ横をぶった切るのはね、危険なので、残念ながらルート変更いたします。さあ、上野駅にまた戻ってまいりました。タクシーやべえな。いや、東京って感じのね、道だよね。1日目の静的桜ヶ丘とはまた違った都心という感じの道ですね。田舎感あったけど、今ね1軒目配達中なんだけどね、2軒目のリクエスト来たので取っちゃいました。でこの辺りはねウグイス谷なので、ちょっとまた上野から離れた場所での稼働になりそうです。どうやらねピンズレ案件でしたね。謎のラブホテル街にピンが立ってて、全然このビルの名前が全然なくて、どうやらちょっともうちょっと先200メートルぐらい別の場所でした。本当に都市はこういうねピンズレ案件なんとかなんないですかね。ウバイツさん、お待たせいたしました。ウバイツです。すいません、こんにウバイツです。お待たせします。2軒目配達先が池の畑、
池の旗ってどこ？行ってみましょう。 1.5 キロ割と近いです。はい、歩道橋案件です。高速道路案件ではありません。いやでもなんかここ自転車通っていいのって思っちゃうけど、ちょ自転車マークあるからね、大丈夫だよね。怖っ。とりあえず2軒目配達完了したので、また上野駅の方に戻ります。ちなみにね、今このエリアはね 1.1 倍ブーストと200円のピークがついてる感じですね。はい、そんなこんなで3軒目注文入りました。上野の森桜テラス店、バイランですね。知ってる知ってる、このお店行ってみたかったんだよね。向かいます。 1.2 キロ。はい、来ました。またこの最高の景色です。いやこういうね自然系は本当弱いね僕はね。あ、そこはクリスマスの時に僕が踊ってた場所だ。あそこですね、上野の森桜テラス。何階だ、バイランは3階ですね。はい、お疲れします。では配達先2キロ、いい感じです。涼しいしね、今日は本当最高ですわ。今ね3軒目配達中に4軒目リクエストになってくれました。ジュズルね、もう少しで3軒目配達先です。ちなみにすごい先の方には東京ドームシティラクーアが見えてます。またこの辺に来ちゃいましたね。いやこの辺走るの好きなんだよな。いや涼しいマジで今日は。いやこれはいいワーケーションです。はい、3軒目配達完了からの4軒目向かいます。ナルトキッチン水道橋店です。はい、東京ドームシティです。はい、あったり4軒目ピックアップしてきました。配達先がね 2.7 キロ、まあまあな距離ですね。すごいね、マンションの特徴と、あとマンションの自分の部屋の、マンション入ってからの自分の部屋への道のりをすごい詳細書いてあるんだけど、マンション名は書いてないっていう新しいね、あの謎謎ゲームみたいな感じですが、ちょっと楽しみに行きたいと思います。はい、4軒目ですかね、配達完了。まあね、分かりやすかったですね。というわけで次5軒目ジュズったんで取り行きます。午後チキン神楽坂、神楽坂まで来ちゃったよ。いや気持ちいい。あ、こちら40040になります。はい、ピックアップ完了で配達先が2キロですね。今日はなかなかいい具合の距離で助かります。近すぎず遠すぎず。ちなみにね、前一回行ったことある神楽坂のあのキッチンベースっていうね、いろんなシェアキッチン、いろんなお店の商品が受け取れる場所なんだけど、いやそこのシステムがね本当に素晴らしくて、うん、なんか出来上がりのものと出来上がってないものがしっかり見やすいのと、出来上がったやつをどこで受け取るかみたいなのも書いてあって、ああいうお店ねもっと増えればね、お店の中でウーバー配達員がねごちゃごちゃになることもないから、すごく便利なんですけどね。じゃあお待たせいたしました。はい、配達完了で次がハイハイサラダ市ヶ谷店です。次のねリクエストも譲ってました。結構なるなと今日。はい、お願いします。商品サラダ屋さんで受け取りました。配達先めっちゃ近い、900m、しかも歯医者と珍しい場所から注文。こんにちは、ウーバーイーツですけれども、よろしいですか？はい、はい、どうぞ。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、配達完了ということで、ちょっと珍しく十分なかったので、ちょっとブラブラ走っていきたいと思います。あ、ちょっとシミから外れてるな、うまい具合に。ちょっとシミの位置戻りたいんで、あ、やっぱ上のあたりかな。上の目指して戻りましょうか。六本木、あ、六本木ありだね。六本木の方行こうかな。よし、六本木目指します。いやー気持ちいいね、最高。とりあえず六本木とか麻布十番あたりを目指します。でもね、虎ノ門とかそのあたりですね、全然注文が入んないです。まあオフィス街なんだけどね、しばらくぐるぐる回ってみて、まあ最悪入んなかったらもうこれで終わりでもいいんだけどね。あんまりダラダラってもう自転車代がかかってしまうんで、まあ、あと1軒2軒かな。はい、おそらくラストですね、神谷町イクバル。これを注文量が多いから、なるほど、2名以上で配達っていう、
初めてかな、とりあえず向かいたいと思います。注文が多いと1人で配達できないから2人以上の配達員で、1箇所の同じ場所に配達するというのがこれですね。着きました。こんにちは、ウーバーイーツです。取ったので行きたいと思います。 1.9 キロ。いや、広い公園の近くを走ってます。気持ちいいです。どうぞ。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせして。ようやく配達完了。譲らなかったし、今日はもうこれでおしまいにしましょう。いい仕事でしたね、今日はね。ずっと繋がってて、飯食って帰ろう。はい、今ね、三田駅の近くで返却しましたので、また帰りたいと思います。お疲れ様でした。というわけで、せっかくなんでこのまま今日はパトワーク取っちゃいましょうということでね、本日が7乗車2時間54分で、4108円でした。チップが266円入ってましたね。まあ結構いいんじゃないですか、3時間で。まあでも時給2000円超えてたら6000円だったのかって考えるというのは、まあでもね、今東京そんなにブーストが高いわけじゃないし、まあ、そんな中でもね、ピーク入ってるのもあったんで、多分なかなかいいとは思いますかな。そんなこんなんで、また明日はね、ちょっと